楽しかったの。私らのおかげじゃ。まだ席が空いとるで誰か座らせてもらえ。さあ、皆の衆、名古屋市へようまいった。こたびはの、わしと前田利家殿の生誕日、そう、12月25日が前田利家殿の生誕日じゃな。現世の言葉で言えば誕生日じゃな。おいから、わしと徳川家康は次の日12月26日に生まれたのじゃな。故に写真撮影の際にはおめでとうございますと申す者が多かった。申さん者はそうエイターじゃな。すみません。おめでとうございます。後から角から言ってくる者もエイターじゃな。あ、素晴らしい素晴らしい。しかしながら名古屋城へ初めてやってまいったよ。注文の手を挙げてみ。名古屋城初めて。なるほどの。この名古屋城はの、あちら天守閣があるんじゃがな、金のシャチホコで有名であっての、シャチホコのことをコと申し、金庫城とも呼ばれとるわけじゃ。天守閣は石垣の下場から天守の頂まで56メートルでな、日の元で一番大きい。他の姫路城の面積は2倍、それぐらいの大きさを誇るものは、とある偉大な戦国武将が建てた。ここで唐突に始まる家康の第1問。その偉大なる戦国武将とは誰か。1、織田信長殿。2、豊臣秀吉殿。3、徳川家康殿。さあ、どれかの。では1やと思うもの手を挙げてみ。織田信長殿が建てた城であるよと思う。誰もおらん。では豊臣秀吉殿が建てたよと思うもの手を挙げてみ。なるほど。主、それで当たったら一人勝ちじゃな。ではわし徳川家康であるよと思うもの手を挙げてみ。いや、みんな大正解じゃ。お互いに大きな拍手を。最高の盛り上がりであった。子供たちとパーフレット面白かったな。盛り上がったのが何よりですか。うん、やはりな、楽しく過ごすのが一番よい。無論じゃ。しかしながら、集まってくれて嬉しいわな。最後のこの2013年最後の全員ちょっと近ないか。えらい窮屈なんだけど、結構これ空間ござるぞ。しかし今年2013年最後の全員演舞ということもありますし、わしとしては本日が城納め。まだ一周ちょっと遠ないか。確かに本日で城納めの武将が多い中、太閤殿下は、わしはあと26日にマイペースに出す。その日はなんと、なんと、お二方のわし25日。わしの生誕日の日の出陣は親方様。あ、さようかさようか。親方様と当麻が、故に当麻にしかとその日はわしを祝っておけと申した。一日ばか一緒に一緒にしようあかんかも。秀吉殿、おう、何じゃ。12月26日これを家康石とということで、皆におめでとうございますと言わせていただいてもよろしいですかの、加賀殿。ええじゃろう。よいですか。ええじゃろう。今言ってもわからない。これ
が。よい。26日、徳川殿一と名付けた。家康一としてこれを客人が拝んで。わしはこれ、どのようにしとったらいいんじゃ。拝ませるって。こうして客人が来て。よっ。50人が限界じゃないこれ。結構重さあるんじゃこれ。しかも今何をしようか。前まで出てきて何。いやいやいや、別に大したことでも何か着想があったか。進めてくだされ。進めようもないわ。家康一じゃな。なぜまたそのような話が出たんですか。信長様のわしの最後の出陣が26日ということで、26日は徳川家康の生誕日でございます。この時にわしがこの家康一を掲げてじゃ南中が、拝んで参る。こういった催しをやって参ろうかなという話。その発想というのはもう徳川信長様のあれから、ヘビシの話から発想をいたしたという。さよ、これ徳川殿が今。いや、わしが今考えひょっとしたら拙者の名がついた清正石というところから発想したのか。どの道パクリじゃなくて。あらすまんが正直申すと、お主の真似。それでございます。そんな真似されるようなことは構いませんぞ。くだされ。いや、気が悪いわ。しかしの、みなみな、聞いてくださらんか。なんぞや。わしが建てた城に、まあ言うなればわしの家に、息子のために建てたわしの家に、はい、自分の名前を変えた。これはおかしい。あちらな、名古屋城天守閣見えるじゃろ。下、石台になってるわけじゃん。このような形のな、石垣の石台になってるわけじゃん。そこに、この者の加藤清正の名前がこう彫ってあるわけじゃん。おかしいじゃん。さらにおかしいのは、この者の下についておった達蔵。あの辺におるんじゃがな。あ、おらんか。今はな、信長公と共に別の戦場におるんじゃが、達蔵。この者は、達に三と書いて達蔵なんじゃ。な、時として龍さんとかな、タツさんとか言われるんだから、リツさんとかのこのものわし見つけたんじゃが、タツという字が三つ石に入ってくる。タツゾウ。わしもそれチラッとな聞いたことがございます。タツゾウ本人に聞いたら、いや400年前のことですゆえ記憶にございませんのかと申しとったけれども、大体何かしらしでかしたやつ記憶にございません。神河座大タツゾウ君、一切記憶にくるぜ。記憶にないことだろ。何が書いてあるんだろう。どうなんだ。まあそのようなことはですな、何分400年前のことゆえに一切記憶にくるぜ。記憶にないだろう。近づいてるな。実際書いてあるじゃないか。そうなんだ。夏が3つ書いてあるんだから、お前に決まってるんだろうが。それはですな、後々に書かれたものである可能性もございまして、ただまあ一つ言えまするのは、一切、私には記憶のない。お前が思い出せ。いつまで記憶ないんだ。一緒に作業してた亀吉はどうなんじゃ。どうなんじゃ。もう証言しよう。わしはその時サボっておりまして。鼻ぐらいには喋るな。真偽を打ち切らせて。出て。まあ、このような形です。どうじゃな。このような形で。このような。もう家康一を軽んじてる。もう扱いが軽んじてますからな、なんか。キャッチボール前の小学生みたいな。温めてくれなんだな。いや、温めるんだよ、ギュッと。温めておいてくださいませ。どんどん奥に入っていった。奥に入ってしまったらいかんゆえ、よし揺らそう。最後殿下今どの辺ですか。今これへその
やもう酔っ払ってないとそんなこと言えないよ。元女の子ですね。もうかぶせようのない。いや今の言葉は本当にいらなんだ。もうあの一撃が全て。ほんと冷たいわ。時間かかる。いやほんと人生書いたら頭取るの。ちょっと痛いな痛いなと思ったら。石じゃんってなるわ。あとあれがトーマが揃ったら。あ、さようでしたか。いやまさか、推しが追い越しを忘れるとは。いやー、そうなっちゃったな。悲しむぞ。何をされてるの。そんな変わらんじゃねえ。つま先立ちした方が高いもん。バランス能力です。この時はバランス取れるぞ。食べたの。なのによう、あんだけ動いとったの。器用ですから。なんかね、忘れてしまいました。石垣の話、石からな。今、こういえば、この名古屋市の天守台、天守閣の天守台のハラミが、ハラミっていうのはこの、ないやつが高まって肉の一番美味しいところ。天守閣のハラミっていうメニューあるのよ。ぜひ食いたいもんね。柔らかーい。やかましいよ。ガリッ。ガリッ。ハラミ出しっていうやつですな。天守台のこの石垣がな、ちょっとポコッと。なんかこう内からの圧力で出てしまっておるところがあって、で二の丸なんかはあのこちらの方の石垣なんかはちょっとそれを一回取り除いて、で原因究明とそれから修復を今行っておると。で天守台もまあちょっと絡み出しが激しくなってまいったよということで、これどうしますかな。これ心配なんじゃないな。あれは最悪天守閣も囲ってあの姫路城のようになるとかっていうこともありえるのか。だからあの姫路城はその周りを囲ってそこをこうむしろ観光のために使っておるではありませんか。この修復しておるのをすごく間近で見られるよというのでこう呼び物にしておる。で名古屋城もそれに習いましてこう呼び物にできるようなものに関してはどうかと思います。例えばどのような。実は名古屋城大阪城の絵描いてあるとあのこのパネルで覆って外に大阪城の絵を大阪城、江戸城、熊本城とかこう姫路城みたいなの書いていやだからそれがおもろいんちゃうかなっていう。逆に話題になるんじゃないかという。なるほど、名古屋城なのに風邪治りましたってバーンって名古屋城出てきても大阪城の方が良かった。大阪城の方が良かったなっていう気持ちになる。熊本城の方がかっこいいなって。清正は400年前この石垣を作るにあたって噂に聞いたところ幕を張ってこの技術を周りのものに見せんかったっていうのは誠か。あのまあ家臣がそのように言い出したというござりまして、まあ本当に急いで作り申したがまあ後々ちょっとまあ若干この沈みかけたという時にはあの天守台をじゃな1700年代な天保の時代宝暦の時代という時に天守閣を一回こうクッと持ち上げて傾けといてその浮いた方の石垣だけこう積み直してクッて戻したっていうのがあの名古屋城であったんですよ。いや江戸時代にそれをやっとったんですよ。かなり実験的に。もうねものすごい離れ技もう要はギリ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 とまあテコの原理と言われてるけどまあ滑車みたいな感じでこうしてねガラ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 と今で言うとこうジャッキアップじゃない。そうですね、ジャッキアップのような感じで天守をグッと持ち上げてその浮いたところで石垣をこう積み直したということがござったゆえまあ今もだからひょっとしてやったら見物ですな。それそうじゃな。だから持ち上げてグッと持ち上げてそれでこう浮いとるところ観光客が入るっていうそうさほんでうわーただの事故だから何の面白みないやついやなかなかのもんですよ。何千トン何万トンという荷重をこう上げとってで少しこう通路の洞窟の通路へでそこを観光客のものがこういうああ
全く反応してないんだよ。無理じゃと言うことじゃない。はい、1ぺったんこ。1ぺったんこ。違う、どういうことだよ。1回だけじゃなくて、1回もう降りたらおしまいだった。うん、勘違いだわしの。ほら、前だけ。ケイジ。前だけと言われたことに対して、前だけ意地です。説明いたしました。ほら、前だけ意地です。前だけ意地であるということを、今、ここに声高らかに申し上げた。もうよく、あの、からくりにて、変換をすると、前だけ維持になる。前だけの維持です。異端児という意味で。困って待っても。前だけ維持です。前だけ維持になっちゃうよ。前だけ維持。維持ですじゃろうが。確かに言ってるかちょっとわかりませんけど。マイクで参るの。前田圭じ、じですじゃろ。どんだけこだわりがある。言わせたいじゃろ、ここまで来た。じですと言えと。そうじゃん。いや、あと一回だけやっとこうか。最後一回じゃぞ。前田圭じです。そうじゃん。圭司様、じなんですか。大丈夫ですか。そんな煩ってないよ。僕は木刀杖みたいに使う。確認するでないわ。蹴った。蹴った。温まってきた頃じゃん。温まったところで、温まったところで。さあ、午前中はこのように最後まで行政集まってくれて誠大義である。さあ、午後も2時半よりまた二の丸広場にて、我々本日の誠正真正銘最後の十二演舞を執り行う皆の衆、時許せばぜひに集まるんじゃ。ギャル衆、誠ありがとうございました。また会おう。さらばじゃ。さらばじゃ。